YouTube の皆さん、岡田博です。真岡鉄道線の、中心となる駅、真岡駅にようやく到着いたしました。もう時間も暗くなってきてますんで、スマホのバッテリー容量、もう限界来てるんで、最後まで頑張っていきたいと思います。もう暗い時間なんで、そろそろレポートも限界ですかね。駅舎をご覧ください。もうすごい巨大な駅舎で、あの SL を表した駅舎になってるんですね。こう駅舎は SL を表した駅舎で、すごい巨大な駅舎なんですね。これはもう独特で、なんか都会感がありそうな駅舎ですよね。でそしてこの この真岡駅の一角にはですね、こちらSL96 館っていう、こう真岡鉄道の博物館があるんですね。 SL の博物館ですけど、残念ながらもう閉まってますね。でこの96館には、あの大正生まれの国産製の蒸気機関車9600型がここに保存されていて、実は胴体保存してるんですね。ただもう閉まってるんで、もう今日は行くことはできないですね。それではこの真岡駅の現地レポートですね、やっていきましょう。最後の力振り絞って頑張っていきます。いやー、真岡駅の駅舎すごい立派ですよね。あ、駅舎の入り口は動輪なんだ、すごいなこれ。あー、もう街灯もトンもついてますし、もうこれレポートも限界ですね。すごいね。でそして駅前はこんな感じですね。駅前はこんな感じになってて、あー、いかにも都会感ありますね。一応こんな感じになってんだ。あー、そしてこちらに SL 真岡の写真が大きく飾られてますね。うわ、すごいな。さすが真岡と茂木のシンボルですよねこれ。そう、観光路線、観光鉄道ですからね、真岡鉄道 SL が動体してますから。あー、すげえ。いや、さすが、ここはもう SL の街で、鉄道の街、もう大都会ですよね。あ、これすごいな。これ見たい人は一時停止してみてください。いや、96巻、あー、車掌車とか機動車が保存されてんだ、すげえ。そう、いろんな列車が保存されてるんですよね。あ、駅前タクシー乗り場とバス乗り場があるんですね。あ、動輪があるんだ、すげえ。うわうわうわ、動輪もあるんだ。あ、真正面から見るとこんな感じか、すげえなこれ。あ、そしてここ自由通路も兼ねてるんですね。自由通路も兼ねていて、これ駅舎にも、これ駅のホームに行くこともできるんですね。自販機もちゃんとあるんですね。では駅舎の中見ていきましょう。あ、すごいな、動輪があるとは。はい、それでは駅舎の中見ていきましょう。ここまで来たんだから。あー、駅舎の中こんな風になってんだ、すげえな。あー、観光案内って SL グッズもあって、あ、これ時刻表なんだ。こんな風になってんだ。これも見たい人は一時停止して見てほしいですね。あー、新入生、たくさんの人と出会って毎日笑顔で楽しい高校生活を送れますよう上に向かって進めか。こんな標語なんてあるんだ。
ああ、CH-1325 か。ついに東武鬼怒川線譲渡ですよね。で、そうですね、1番線は、駅舎側のホーム1番線は、久下田下館方面ですね。1番線は下館方面ですね。物口はね、すごいな。あ、窓口センターもあるんだ、すごいな。いや、天井もすごいな、ここすごい広々としてるよ。あ、こう模型もあるんだ、すげえ。模型もあるんだ。あ、昔の真岡駅なんかな、これすげえ。こんな感じだったんだ、すごいな。模型もあるんだ。これ鉄道模型が好きな人におすすめしたいな、これね。こんな感じだったんか、これすごいな。あ、新聞の自販機あるんだ。いや、すごいね、駅舎内やばいよ、これすごいな、これな。あ、コインロッカーもあるんだ。子供広場なんてあるんだ。へえ。あ、ここトイレになってんだ。あ、駅舎出られるんだ。じゃあ、あと自由通路もちょっと行ってみるか。この駅舎の中もちょっと見てみるか。これ2階行くとどこ行くんだ。展示ギャラリーなんてあるんだ。ちょっと行ってみよう。あ、ここケーブルテレビも兼ねてんだ、すげえ。宇都宮ケーブルテレビなんて真岡駅の駅舎内にあるんだ。これ知らなかった、すげえ。ね、ケーブルテレビ、宇都宮ケーブルテレビ真岡駅の駅舎にあった、驚きだな。あー、ここテーブルと椅子もあるんだ、すげえ。あ、ここでこの真岡駅の全景を見ながら、じゃあ真岡駅の全景と SL 真岡見物できんだ。あー、すげえ。うわ、ここから見るとこんすごいな、これ。うわー、すげえ。駅舎内の全景見られることできるんだ。いやー、眺めいい。あ、あ、上から見るとこんな感じなんだ、すげえ。こんな感じなんだ。ちょっと網越しになっちゃうけど、すごいね。すごい開放感がある、都会的チャレオツな都会的な駅舎だよ、ここ。すごいな。いや、ここでセールモーカーを見ることができるってすごいね。すげえな。駅舎を一望でき、駅舎の、駅の中一望できるとはすげえ。これ新たな発見だな。あ、駅の向こう側にも見られるんだ。すげえ、眺めいいな、ここ。すげえな。すげえ。こんな眺めのいいところなんてあるんだ。これ新たな発見だよ、すげえ。それではこちらの通路もちょっと行ってみようかな。すごいな。
すごいな、テレビ局を併設した駅ってもう一つあったと知らんかったな。ただ関東じゃ唯一だよね。お、あー、こんな風になってんだ自由通路、すごいね。あー、この階段降りると2番線なんだ。あー、2番線が一応茂木方面になってるんですよね。2番線は茂木方面です。久下田下館方面、益子茂木方面。あー、こんな古い看板もあるんだ、すごいね。あー、これが時刻表か。すごいね。あ、真岡駅の改札はこれ入ってくんだ。で、この階段下ると1番線ホームですね。この下ると真岡方面か。あ、これ下ると下館方面ですね。あ、すげえ。こんな看板もあんだ、すげえな。いやー、これ看板好きな人におすすめしたいよ、これすごいな。あ、こんな風になってんだ。あー、これ自由通路ってこんな風になってんだ。ってことはこの駅、この真岡駅の駅舎、自由通路も兼ねてるってすごいね。やばいな。あ、これが真岡駅の裏口なんか。あー、裏口はこんな風になってんだ。すごいね。あ、トイレもあるんだ。一応すごいね。あ、ここ西口なんだ。こんなになってんの。あー、すごい、こんな風になってんだ駅前。西口前ってこんな風になってんだ、すごいね。西口前は一応こんな風になってんだ、すごいな。それではちょっと戻ろう。自転車は降りて通行なんだ。あ、そうだよね。通路はこんな風になってんだ。すごいな。すごいな。まさに、これ SL ダンジョンだよ。SL ダンジョン駅舎でいいんじゃないん、これ。すごいよ。すげえ。いや、一周しちゃったよ、マジやばい。あー、すげはい、それではですね、次はですね、真岡駅のホームを現地レポートしていきたいと思います。ちょっと尺の都合でカットします。それでは次は真岡駅のホームをレポートします。